関西ライブはメインステージ以外も大盛況。お邪魔します。エクスペリアステージに番組 MC 道端アンジェリカも登場。ショーケース、今までやったね、一部ショーケースとあとキッズサイドとライフサイドのね、最初の戦いがここで行われるということでね。はい、アンジェリさん、はい、ダンスアライブ。異様なテンションの少女たちも。ダンスアライブ、みんなで行きましょうか。日本最大級ダンスイベント始まります。1年間の予選を勝ち上がった選手たちが激突、ダンサーライブファイナル。1対1、ダンサー同士の即興ダンス対決。勝負はその場でジャッジされる。本気と本気、全国6000人のトップを目指す。今週はキッズサイド、涙の真剣勝負。その結果に少年少女の魂は震えた。流す音楽に即興で踊る、どっちが上手いか、どっちがかっこいいストリートダンサーなのか、勝負が決まる。1年分の努力が報われるものは、嬉しさも悔しさも桁違いのダンサーライブ。ダンサー TV、 ダンスの未来は君と共に。では行こう、ダンサーライブ。15歳以下の決裁。小中学生がジャンルフリーでダンスを競う。日本のキッズシーンは誰しも認める世界最高峰。メインステージに行けるのはたったの4名のみ。勝ったら、まあ、いぶきちゃんとやるんですけど、まあ、いぶきちゃんとやるのがちょっと、まあ、そこが山ですね。どんな挑戦者も同じ挑戦者なんで、跳ね返せるように頑張ります。すごい年巻きを意識すぎないで、もう自分のスタイルでまずは12名から絞られるクォーターファイナル。今年も成功到底、半数以上が関西エリアからの選出だったキッズサイド。そんな中、期待の九州の都市坊、唯一の関東代表風音は健闘むなしく敗退。一方、前年度チャンプ伊吹をはじめ、やはり関西勢強し。メイン会場へたどり着けた4名も3体以外は関西女子。勝者の陰であと一歩たどり着けなかったキッズたち。決裁セミファイナル。第1試合は予選1位通過ゆめき VS 昨年度チャンプいぶき。実はこの2人、同じスタジオ、同じチームの親友同士だが、友達だからといって手加減なし。ゆめき VS いぶき、レディーゴー。さあ、まずはパワーあふれるいぶきのムーブ。おいえい、いぶちゃん残り30秒、バッキング主体で攻めてますね。おー、ちょっとコンタクトが入りましたね。コンタクトとはちょっと当たるっていう意味なんですけども。挑発してるってことですか。そうですね、挑発強いですね。このいぶきは昨年のチャンプということで、キッズはね、1年で体つきもだいぶ変わるようで、ブリッツが難しいって言われてるんですけども。しかしターンもスピンも完璧でした。さあ、変わっては4年連続ファイナリスト、こちらも優勝候補、ゆめきです。ゆめき、おいえい、今年はちょっとセクシーね。色気を出してますね。お、パンキング&ステッピング、とっても。ジャッジ、ゆめき。ジャッジは割れたが、ゆめき勝利。友達同士のバトルだったが、
そこには引き分けなんかない。こちらイブキにもでっかい拍手をあげてあげてください。イブキの連覇の夢はここで絶たれた。決勝進出のユメキは、めっちゃ嬉しいです。もう本気で自分の踊りを見せて優勝します。第2試合は関西のミヤカ vs 中部のサンタ。バトル慣れしたミヤカが悲願のファイナル進出。これはまさか。オンダも気持ちよく踊って自分の今までの最高を超えるように自分に勝ちたいです。ジャンサーライ決裁ファイナル、頂点に立つのは、どちらが勝っても初優勝。共に大阪の名門スタジオで切磋琢磨してます。4年連続ファイナリスト、ゆめきか、アメリカで武者修行してきたみやかか。この戦い、これはもう感情むき出しの勝負になりそうですね。はい、会場もヒートアップしております。ゆめき、みやか、レディーゴー。先行はミラクルガールみやかです。みやか、おー、ドロップダウンフリーズ。セクシーですね。おお、曲に合わせてやっぱりこうバッチリ決めてくるところ外しませんね。一個も外しません。そしてこの関節、柔らかいですね。キッズならではだと思うんですが、やっぱりフルに使ってますね。うん、コンタクト強い、溢れる感情、睨みつけてます。怖いですよ、怖いです。見てましたもんね、はい、今。これも実はね、ただ見てるだけじゃないんですよ。実は曲に合わせて見てるんですね。ちゃんと聴いてるってことですね。そうです、耳もいいです。ちょっとね、バレエのような動きもたまに入るんですね。ターンもスピンも完璧です。ああ、打ちました、相手のハートを射抜く。どっちになります？もうね、もう本当どっちもね、ナイスダンス。この番組はソニーミュージックと御覧のスポンサーの提供でお送りします。ニューシングル Moving On。 また明日、あなたを抱きしめる約束さえもできないなら。
ヤノマスティース。キッズサイドチャンピオンはジャッジ。4度目の正直、1年にわたる予選、ついにキッズサイド頂点へ、新女王誕生、ゆめき。何を思う、みやか、惜しくも準優勝。勝者はまた泣いていた、泣き虫ゆめき。健闘をたたえ、敗れたみやかも寄り添った。バトル後はまたダンスを愛する仲間。4回目出て3回目もベスト4まで止まってて、けど今日初めて優勝できてよかったです。キッズサイド新チャンピオンはゆめき。的確なフォーム、シルエット、腕の使い方、腰の入り方、どれをとっても一枚上手だったんじゃないかな。両国国技館、超大型ダンスイベントであるダンサライブでは、ダンスシーン最前線の情報が集まり、関連ブースが軒を連ねていた。アンジェリカとマー君の高感度アンテナで最新ダンス情報を掘り出すぞ。早速面白そうなの発見。ジョイサウンドウガブース、カラオケでしょうか。ブースにはマドンナとの共演で名高いハムツンサーブが。これ何なんですか。これ、はい、聞いちゃいましたか。聞いちゃいました。聞いちゃいました、はい、ジョイサウンドでですね、はい、カラオケで、はい、こうダンスコンテストをやるという企画がこうあるらしくてですね、はい、カラオケとダンスが夢の融合。振り付け、自分勝手に踊ってよし、ダンサーの振り付け真似してもよし。え、これって私でもできる。できますね。本当にできますね。ロボットに見える方法っていうのは、はい、このおでこのあたりと、まあ、両手でこれ三角形をイメージしますね。三角形を、はい、でその気をつけしたまんま、その三角形が崩れないように動くとこうなります。おお、これが本当に。あ、アンジー、試しに三角形イメージしてください。三角形イメージすると、おっ、すごい。マネキンポジションカラオケボックスで自分のダンス動画を撮影してコンテストに応募すると豪華賞金が君のもの。さらに進むと黒幕で隠されたひときわ怪しいブース発見。全ダンサー驚愕、パイオニアブースで重大発表。3、2、1、ドスン。ガエー。実はですね、今この日、ね、この時間14時40分に新ブランド、はい、スピーズっていうブランドが登場したんです。あら、パイオニアから新ブランドスティーズ登場。スピーカー、ヘッドフォン、MP3 プレイヤーなどがダンサー好みに仕上げられています。ダンスイベントが、はい、ダンスの音、音、はい、重要ですよね。大切ですね。ダンサーオーディオなんです、実は。おこれね、まあ、とりあえずこのかっこよさ、まず、はい、そうですね、デザイン凝ってますね。かっこいいでしょ。アンジェリーの方もダンスを今年はね、今年からちょっとずつ使ったのね。でしょ。そう、ちょっとずつ覚えていくんで、これ私もゲットしないと。ゲットする。ゲットする。ゲットしたい。これどれが欲しい。私はやっぱり女の子だから赤かな。でかいね。あ、ちっちゃい赤ない。ピンクあるよ。あ、ピンクいい。ちょっと大した会話になってないですけど、大丈夫ですか。ちょっとね、言えないこと多すぎて、ここでは未発表のね。そう、ただダンサーのためにね、誕生したっていうことだけまず発表したかったんです。謎に包まれたスティーズ、カリスマがさらなる重大発表。実はですね、あら、なぜここにアンジェと僕ね、はい、カリスマがいるかというと、はいはい、6月の25日に25日、スティーズパーティーと題しまして、はいはい、大きなね、パーティーが川崎のクラブチッターで行われるんですよ。
この日さらなる発表が。スティーズパーティーは昼夜の2部構成、カリスマアンジェリカも登場。さらに2人はダンスの森を行くのだが、エクスペリア、これはダンサーライブ公認の、携帯ですね、はい、ダンスと携帯がコラボ。エクスペリアブースで何が待つ。確かダンサーライブ専用なんで、ダンサーライブの予選が映像で見れるんです。予選と本選と。ダンスアプリでは動画からダンスマガジン、ダンスプレスまでいろいろチェック可能。無料アプリです。スミすごい、スミってスミ決まった、スミ気まずいな、これすごい。マー君が負けたバトルも見れちゃうかも。ダンス情報はひとまずここを見とけば間違いなし。そんな充実アプリですね。今年のダンサライブも近日配信予定。あの感動お手元にどうぞ。次週そのダンサーライブは大学生チーム対抗 RISE、 母校の威信と看板をかけて、上の立場のやつをぶっ倒し若い目も摘み取る、まさに抗議。そろそろ上の人抜いてください。ついに日本発売 XBOX360 ダンスセントラル。キネクトがあればコントローラーいらずで楽しめる新感覚ダンスゲームなんです。そしてこのゲームに因縁を持つ2人が。どうもキネクト貴族石森です。何だよ貴族って。今日何ですか。何が負けたからってもう一回やりたいで。せっかくね、はい、これなら土下座させていただきまして、うん、前回このゲームをいち早く手に入れたカリスマ敗北。土下座で再戦を希望した。俺はもう今回ね、やっぱり助っ人を用意したいなと思って。おお、呼んでるわけだよ、はい、呼んでいいじゃん。はい、どうぞどうぞ。まずね、未来です。ただ、まあ、3-on-3 になるということで、まあ、僕も絶対勝てるメンバー揃えてあります。マー君、なんだお前かよ。どうですか、この一体と判定する頼りなさどう。いやいや、もう余裕ですよ、うん、あのゲームのね、方もね、すごいんで、ダンスの方も。まあ、これで終わりじゃないですよ。これで終わりだったらもう、ね、プリングルスのキャップ開けたぐらいです。なるほど、そうですね。はい、いきますよ。はい、マイコさん。もう我らが女王です。東京キッズという有名チームで活躍するバリバリのストリートダンサー、マイコ。じゃあやっちゃいますか。やっちゃいましょうか。やっちゃいましょうか。まあ、まあ、3人は感動したね、はい、まだ見たことないから、ね、うん。スケットの皆さんはダンスセントラル初体験ということでプラクティス。最初は照れてました。しかしプロもうならせる完成度。舞子は持ち前のキレキレダンスを披露し始めた。ちょっと楽しくなってきた。あ、楽しかった。ね、もうポテンシャルが高いんですか。やっぱ完璧にね、こなしてましたからね。ではダンスセントラルのバトルモードで 3-on-3、 得点の高い方が勝ち。負けたらもちろん罰ゲーム。まずは先鋒ケイン vs マー君。ダンスバトルモードでは同じ曲を交互に踊り得点を競う。初心者でも楽しめます。マー君のマジな表情に注目。
さて、スコアを見てみましょう。まずはフィッシュチームが幸先よき1勝。先輩の貫禄か。中堅はカリスマチーム、未来 vs フィッシュボーイ。未来がいたずら。高校のフィッシュの難易度設定をハードに上げた。なんでなんで、かわいいから許すか。フィッシュボーイ、難易度ハードですが、90以上のルーティーンと650以上のムーブがある本格的なゲーム。回転が高めだった。未来作戦が裏目に。もうだってでしょ、こちら2勝でしょ。もうだって、なんとプロデューサーの特権で大どんでん返し、はい、最後に勝った方が勝ちです。イエーイ。おかしいおかしい。大将戦、リーダーカリスマ vs マイコで罰ゲームが決まる。今までのは何だったの？のパターンの一発勝負。まずはフィッシュチームのマイコ。そして今度は負けられない。勝負を挑んだカリスマカントロ。共に設定はハード。ダンサーの意地。ダンサーたちリアルにドキドキ。カリスマ勝利、リベンジ果たす。いつもの泳ぐりですよ。負けたフィッシュチーム、罰ゲームは一発芸披露。サザンオールスターズより愛しのエリーの一番最後の盛り上がるエリー、エリー、マイラー。続いてマイコ、しずしず登場。ちびまる子ちゃんの山田。照明のスイッチ、いきます。Anymore.
この番組はソニーミュージックと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。広角類ですね、もう直的だわ。カメです、カメです。両国国技館ダンサーライフファイナル、次回は観客が一番すごいことになっていたライズサイド、大学生の青春がほとばしる。